はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんと韓国からお荷物が届いております。何でしょう。ちょっと開けていきたいなと思います。これはね、楽しいですよ。何か出てきましたよ、これ。3つ入ってんのかな。じゃんじゃん、同じ箱が3つ。おしゃれな箱作るね。マジックピックって言います。マジックピック。おしゃれ。こんなおしゃれなサムピックは僕は見たことがありません。いいですね、こんなの。なんかいいな。ちょっと一個出してみましょう。どれがいいかな。これちょっと出してみましょうか。おー、これ1ミリ。で、サイズが違うのかな？デザインが違うのかな？まあちょっと楽しみに見ていきましょう。マジックピックって書いてますね。で、これ独特の形してますよ。で、まあ指に沿ってこう斜めにカーブがされるのかな？あ！僕の親指に割とぴったりな感じですね。僕の親指にぴったりってことは結構、僕親指平べったくて大きいんで、大きめなんですかね。もう締め付け感が、あまりないですね。でもフィットしてます。ここはあれですかね。別に、プレイには関係ないから、こういう風に飾りをつけようという形。そういうことなのかな。いや、なんかおしゃれなケースにこれちゃんと入ってて。じゃあちょっと、全部見ていきましょう。これは？じゃんじゃーん。おー！なんじゃこりゃ。ギラギラしてますよ。すごいですね。メタリック、これシルバーから、クリアのレッド、ゴールド、ブルー、グリーンかな。いや、すごいな。ちょっとじゃあこれ、あ、これは素材はまあプラスチック同じなんですね。いや、ピッカピカしてますよ。おー、でサイズ感も同じですね。これはでもあれかな？ちょっと、ツルツル度が違うので、引き心地が若干違うかなっていう、そんな感じですかね。はい。いや、これゴージャスですね。これはゴージャスだな。ちょっと緑で引きたくなりますね。グリーンサムみたいな感じでね。はい。これいいですね。ちょっと後ほど引いていきましょうか。もう一個あるの？なんだろう。開ける順番間違って、ゴージャスなやつ先に開けちゃったのかな。じゃあちょっとこれも開けていきます。じゃーん。おー、これはこれはこれでめちゃめちゃいいですね。ホワイトとこのパーツがゴールドで、全部1ミリ、全部1ミリですね。うわー、素晴らしいですね。これがギター。これが何だろうな。これ何のマークですかね。雨模様かな。ティアドロップ、涙が落ちているあれなのかな。マジック、これがマジックピック。ロゴと、まあこの蛇をあしらったね、ミュージックブランドらしい。はい、こんななってます。で、ここ部分、ここはですね、ちょっと、モリッとした樹脂のステッカーなのかな、が貼ってありますね。はい、こんな感じです。で、このティアドロップ型のサンピックなので、割とこう、サンピック苦手な人、まあこういう普通のサンピックがね、ちょっと、と形状的に尖りすぎてて苦手っていう人もですね、まあ割と引きやすいんじゃないかな、入りやすいんじゃないかなっていう、サンピックですね。でですね、追加で、っていただいたのが、はい、これ 0.74 ミリと、こっちのこれがね、なかなかのおつなサイズ 0.56 ミリですね。はい、そうなんだ。そうなんです。というわけでこれも含めて引いていきたいなと思います。
と1ミリなんですけど、ハードな印象ってあんまり受けなくて、このティアドロップの先端が割とね、この角度は優しいんですけど、先端は結構鋭利なんですよね。だからプレイアビリティがちょっと考えられてるなっていう感じがしますね。僕は弾きやすい感じのティアドロップの形になってます。でこのね、同じ1ミリでもね、このなんていうんですか、メタリックのカラーコーティングがちょっとだけある方とない方で、これね、あのホワイトなんですけど、全然タッチが違うんですよ。タッチがちょっとやっぱりシャープになるんですよ。じゃあちょっと薄さのね、0.74、 この薄い方がねおすすめだったりするそうなん で 0.74 の方がね結構タイトなんですよね。僕親指がねすごいあのフラットででかいんで、普通のサンピックだとちっちゃかったりするんですけど、普通のサンピックの人はまあこれぐらいのフィット感がいいのかなっていう感じもしないでもないですね。すごいフィットします。タイトで早い曲なんかも弾きやすいんじゃないかな、これぐらいちゃんとフィットしてるとっていう感じがしますよね。はい、じゃあ一番薄いこの 0.56 いってみましょう。感じですかね。やっぱり音のトーンで言うと1ミリの方が
いいかな。このピッキングのね、当たる時の音みたいなの聞いてみてください。 0.56。 0.7。 はい、わかりますよね。で、これが1ミリになると、はい、この3ピッカーの僕としてはナチュラルな音になってますので、サウンド的にはやっぱりこのね1ミリかなっていう感じが。というわけでですね、5月11日、もう明日ですね、明日、明後日、大阪 ATC ホールで開催されます。サウンドメッセ、アコースティックゾーン A02 ブースにて、マジックピックさん出展されます。そして全商品が割引販売されています。でですね、この動画を見たと言ってもらえればですね、特にお得な特典がつくそうです。はい。なので、皆さん行ってきてください。韓国のマジックピックを広めたいというね、そういう熱い思いが伝わってきましたので、今回は紹介させていただきました。と、これですね、アイディアスアプリというアプリがあるんですけど、そのアプリで注文することもできます。で、このアプリが何がいいかと言いますと、まあ、ショッピングがしやすいというのももちろんなんですけれども、円換算ですよね。一発でしてくれるので、円でどれぐらい送料がかかるかとか、すぐわかるので、すごい便利だなと思いますので、リンクも貼っておきますので、ぜひそちらもご利用ください。はい、こういうフィンガースタイルギターちょっとやってみたい、習ってみたいという方はですね、僕のオンライン教室覗いていってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後に告知をさせてください。今月24日ですね、札幌でライブをさせていただきます。5月24日岩本コーヒーさんというね、ライブ会場でさせていただきます。ぜひ僕の生演奏を聞きに来てください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。かわいいね。2番目に太い弦の3フレット目、1、2、3ね、このナットから見て